商品レビュー専門、今日はキウイの紹介ですね。これ SNS ですね。どういうものかと言いますと、質問ができる SNS、 とにかく質問をする、何か思ったら質問する、手軽に質問ができる、もう聞きたい人に嬉しいサービスですね。ただこれスパムアプリとしても認識されてるんですよね。まあ、どういうことか。Facebook で登録してしまうと、自分の友達すべてにこのキウイのアプリ入れませんかってしつこく送ってくる。だから、まあ一部、まあ個人ブログでは危険だって言われてますね。ただ危険だと言っても招待送るだけですね。まあこれが危険か危険じゃないか、まあ、私はあまり危険じゃないと思いますね。まあちょっとうざがられるかもしれないですけど、ただ受け取った相手、興味なければ入れなくていいわけですからね。ただ Facebook で登録すると、まあ、こっちが誘いたくなくても誘ってしまう、そういう問題があります。じゃあ安全な方法あるのか。自分だけで、もうキウイの中だけで遊びたい、その場合メールアドレスで登録ってあるんですよね。こちらメールアドレスで登録、これ登録すればいいんですよね。あ、それちょっと前後しますけど、これ App Store と Google Play の方で認証されてますので、ひどいことはしない、ガイドラインには乗っ取ってる、そう考えますね。まあただなんでキウイだけがこんなに妬まれるかってのがわからないですね。LINE なんて自分の住所録を勝手に送っちゃいますよね。そっちの方がひどいと思うんですけど、あちらはまあみんな使ってるからとか、なんかフィーリングがいいからとか、そういうことで、まあ、別に怖いとは思ってない。キウイもちょっとダメだなというところは、こっちが意図せずにアプリの招待を送ってしまう、そういうことですね。だからメールアドレスで登録して遊べばいいですね。それメールアドレスで登録した場合でも、後から Facebook に関連付けませんかとか、 Twitter に関連付けませんかとか出てきます。その時は関連付けないでください。もう他の SNS とは連携せずに、キウイはキウイの中で使えば別に問題ないですね。ということで登録方法、これパソコンでやらないとダメですね。スマホでやるとアプリのインストール画面が出て、アプリからの設定だと Facebook の登録だけなんですよね。だからパソコンのブラウザーでやってください。まずこのサイト qi.qa にアクセスしてください。そうするとメールアドレスで登録出てます。ここをクリックです。まあ、これでも上にまだ Facebook で登録って出ますけど、これは押しちゃいけないです。これユーザー名。これが ID ですね。自分の好きな名前入れてください。ただ先に取られてるものがあるとダメですね。次にパスワード。いつも使ってるパスワードは入れずに、キウイ専用のパスワード作って入れてください。それと名前。氏名って書いてありますけど、ニックネームでいいですね。あとはメールアドレス。これでメールアドレスで登録、これだけですね。これでユーザー名とパスワードが登録されましたので、あとは App Store とか Google Play からスマホ用のアプリをインストールして、ユーザー名とパスワードでログインする。これでキウイを単体で使いますね。 Facebook で意図しないアプリの招待を送ってしまうこととか、そういうことないですね。私キウイ1日使ってみましたけど、結構楽しいアプリですね。だからキウイの中だけで使ってください。Facebook 登録する、他の SNS と関連付けると何が起こるかわからないし、関連付けずに使うことできますからね。ぜひ行ってみてください。